ちゃんでございます。暑い。なんでこんなに最近日本は暑いの？暑くないですか？最近見てくださいよ、もう私クールビズですよ。今日なんてユニクロの T シャツで出勤してしまいました営業職になって初めて迎えた夏なんですけど、地上ってこんなに暑かったのかって思いますねなんかおかしい。まあ私そんなにこう会社が外回り行け外回り行けっていう会社ではないので、展示会があったりですとか、まあ個人的にまあ自分が抱えているクライアント様のところに訪問したりとかするんですけど、朝やった化粧が意味もうない。昼には全部取れてるぐらいの勢いで化粧崩れが半端ないんですこの夏。ということでですね、この夏から私がしている化粧直しを皆様にご紹介したいなと思っております。特にこう化粧崩れ防止であったりですとか、夏場の化粧直しにフォーカスをしまして、私が今実際に使っているもの、そしてそのやり方を皆さんにご紹介したいと思います。それではヘブトワンです。朝使っている皮脂崩れ防止の化粧下地がマキアージュです。それまでは会社に着いてもすでに化粧崩れって感じだったんですけど、それは防げているのかなっていう感じはします。プラス CA 時代から使っているんですけど、クラランスのフィクサーです。もうこれ何本使ってるのかなっていう感じなんですけど、これは年がら年中使っております。夏でも使っています。なんだかんだ結構乾燥はしますから、それを防ぐって意味でもこれを使っています。大変おすすめでございます。化粧直しを実際にちょっとしてみながら皆さんに紹介していきたいと思います。まずですね、頭なんですよ。今ちょっとこうボリュームダウンしちゃってるんです。でそれを復活させるのがこのドライシャンプーでございます。これをですね、営業終わって帰ってきて内側にこういう感じでかけて、で揉み込むんですよ。少しシャンプーしてるみたいにやっていくんですよ。ひたすらこんな感じでこうやってもう揉み込むだけで、これで簡単にもうブラッシングをしたらもうふわふわ復活って感じなんです。はい、ということでサラサラで髪の毛にボリュームが出ました。私別にこのドライシャンプーの回し物でも何でもないんですけど、本当に私はこれを気に入っているのでぜひ使ってみてください。髪の毛でお悩みの女性の皆さん、はい、夏はこんなに大きくなっちゃいました。化粧ポーチ、これケイトスペードのお化粧ポーチでございます。実際にやってみながら紹介してみたいと思います。もうリアルにこの化粧が崩れている状態なんですけど、もう本当に本当にもう崩れちゃってどうしようもないっていう時は、一回もう私諦めて落とします。もう落とします、しょうがないんで。全部落としてても時間がもったいないので、もう部分的に気になるところをもう落とします。もう鼻周りとかね終わっちゃってるんで、もうもろすっぴんみたいになっちゃうんですけど、一回ここまで落とします。こうやって落としましたら保湿をした方がいいです。このイプサの美容液を塗っていきます。塗ってなじませます。イプサのねこのスティック美容液はもう6割か7割水分でできてるのでめちゃくちゃいいですよ。塗った瞬間保湿されてるわってすごい実感できるのでおすすめです。これは夏でもする人は乾燥するんですよ。私も乾燥結構するのでこれはおすすめです。はい、こんな感じで化粧を落としたところを美容液スティックで保湿をします。その後に日焼け止め兼 BB クリームを塗っていきます。本当に私職場でこうやって直してるのでスポンジで伸ばしてきます。スポンジにおそらく残っているであろう BB をここ鼻にやっていきます。鼻が一番化粧崩れしやすいのでここに残っている BB で
抑えるぐらいにします。そうしましたら最後キャンメイクのパウダーを上から軽く押さえます。化粧直し終わりました。イエーイ。こんな感じで化粧直しを普段しております。だいたい5分ぐらいで仕上げることができます。今の時期ティッシュオフだけしてこうパウダーをのせるとどうしても逆に浮いてきちゃって毛穴が目立つと思うんですよ。そこをもう一度あえて諦めてもう完全に崩れてるところは落として保湿をしてもう塗り直すってした方がもう早いです。かつ一度落として保湿をしているので肌にいいと私は勝手に思ってます。どうかわからないんですけど私はそっちの方がいいのかなって思っているのでヘアケアとそしてお化粧直しが皆さんの参考になっておりましたら幸いでございます。以上ご視聴いただきましてありがとうございました。私はこんなお化粧直ししているようでしたりおすすめのものがありましたらぜひ教えてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。アサンテサーナー。